こんにちは、翔太です。今回なんですけど、新年のイベントですね、見ていこうかなというふうに思います。で、ちょっとですね、私最近ですね、申し訳なくも白黒投稿が多くなってしまうかもしれないんで、ちょっと先にそれだけ、こちらちょっとゲーム画面、ちょっとカラーで見せてしまうと、ちょっと色々と問題があることが最近分かってきているので、ちょっと白黒になっちゃうかもしれません。まずはですね、大友宗麟でしたっけ、このキャラクター、本日、撮れる方非常に多いかなと思いますので、撮るの忘れないようにしてください。それでですね、見ていきますか。まずは来ているのがですね、こちらですね、新年見聞録かな。はい、だいぶ雪ですね。お、いろんな人たちがいる。誰だっけ。あー、ちょっと名前思い出せない。出雲の奥にや。あ、ちょっとイベントが始まりましたね。ちょっとこれはですね、またおのおの見ていただいたらいいと思うんですけど、これは、あれですね、スゴロクのイベントかなというふうに思います。ちょっと見たい方はですね、止めながら見ていただけたらなというふうに思います。ちょっとなるほど。いろいろここに溜まってますね。1月1日から開放っていうのが、福笑いうさぎっていうのがあるみたいです。で、まずこの戦録無時空かな。こちらがですね、すごろくイベントになっておりまして、はい、こちらのキャラクターですね。これが稲葉うさぎかのキャラクターになっていて、こんな感じでですね、後ろを追いかけていくことで、このキャラクターがアイテムを落としたりですね、例えば、ラッキースター券、個人的にはおすすめなんですけど、そういったマスであったり、こういったショップのマスですね、と、あとちょっとここ触れるかな。あとショップのマスとですね、戦闘が発生するような、マスっていうのがあります。あとはですね、マスイベント、これか。あとはクイズのイベントと休憩マスっていうのがですね、この赤く光ってるところが休憩マスになって、このキャラクターがですね、ボスとして立ちふさがるといった感じです。で、1日にですね、3回無料で引くことができます。で、こんな感じでですね、ショップにたどり着くと、3つですね、選択肢があって、1つ購入するとその枠はもう売り切れとなります。で、微妙だなと思ったら30元宝で更新してもらうといいと思います。ちょっとですね、強化結晶とかおすすめじゃないんですけど、これある程度のところで妥協しないとですね、この更新分で、この8割引きで、ガチャ券とか出たらまず買った方がいいです。で、ちょっと覚醒炭とかは個人的にはいらないかなと思っていて、残り1個ですね、こんな感じでですね、わっって感じ、ちょっともうこれ多分やめた方がいいんですけど、ちょっとここで妥協しましょうか。こんな感じで、3つガチャ券が出るまでやってもらってもいいですし、ちょっとそれが嫌なのであれば、嫌というか、ちょっと元宝1つに対してやってるとかかるんで、誰だこのキャラクター新年のキャラクターかな誰このキャラクターちょっとこれはちょっと YouTube 的に良くないですね。工事機において、ちょっとわかんないな。ちょっとわかんないんで適当にやりますけど。この答えガマらしいです。首相の武将は刀弾でこれですね。55に必要なかけらの数は、55を作るのは50ですよね。よしよしよし。これでですね、1回、参加報酬と、高級生誕がもらえます。参加報酬のこの、少女のプレゼント2っていうのは固定で、1問正解するごとに高級生誕が5個ずつもらえるというふうな感じになっています。ちょっとクイズとかはですね、育成しながらやってもらえばいいかなというふうに思います。でですね、こちらの源広政、後ろから追いかけてきてるかなと思うんですけど、このキャラクターはですね、いろんなアイテムをですね、確保しながらですね、向かってくるようなキャラクターになります。で、じゃんけんですね、仲間です、言ったら。で、1から4までの数字ですね、適当に進んでですね、止まった、マスのイベント報酬をですね、拾って自分の倉庫に入れてくれると。
で、源広政がですね、止まったマスはイベントが発生しなくなるので、個人的にはですね、源広政に先に行ってもらって、自分が後ろから追いかけていく。課金されている方はそういった、まあ、取り回しできるかなというふうに思うので、まあ、課金されている方はですね、後ろから追いかけていくっていうふうな流れで、やってもらうのが個人的にはいいんじゃないかなというふうに思います。でじゃんけんですね、プレイヤーと源広政が遭遇したらじゃんけんで、まあ、源広政のですね、アイテムを確保する、獲得することができます。勝つと、まあ、残りアイテムの種類の半分を獲得できると。で、何回もじゃんけんに勝って倉庫のアイテムをですね、すべて手に入れると、じゃんけんゲームが終了するというふうな流れになります。こんな流れだったっけ？ちょっと、やってみないとわかんないところありますけど、またちょっと、無課金の方はですね、無料分の3回、これはですね、絶対忘れないようにしてください。あ、これ今、ラッキースター券手に入れましたね。こういうのを加工していくのがいいと思います。で、このバンジアですね。こちらがこのご来光、こちらのアイテムですね。これ、アイテムがご来光って名前だったか忘れましたけど、これを確保していただくことで、まあ、様々なアイテムが取得できるというふうなものになっています。まあ、優先度としては、まあ、背景とバブルはですね、まあ、欲しい人は取ってくださいという感じで、実用的なところで言うと、稲葉うさぎと、遊園地プレゼント。まあ、あとは5時間戦闘券、神髄探あたりかなというふうに思います。で、余ったてきた方はですね、次に幸運券とか交換してもらうのがありかなと思います。で、こちらがアイテムですね、3種類のアイテムがあるんですけど、縄と羽と竹だったかな、3種類のアイテムがあって、この材料の入手でイベント入手っていうのがあります。訓練書を1回、あ、これまた結構やらないといけないな。訓練書ですね、1回やると、縄5で、それが1日5回まで、ボスも同じです。で、遊歴はですね、課金されている方は、まあ、6回までできる方もいると思うんですけど、まあ、無課金とか微課金の方は3回とかだったりすると思うので、まあ、遊歴忘れないようにしてください。で、闘技場もですね、1日5回やってもらう。で、少女の調教も1日6回、高速戦闘も原砲仕様の高速戦闘ですね、1日3回忘れないようにしてください。で、一応ですね、それをやると、まあ、おそらくなんですけど、まあ、縄はいけますよね、50確保できます。で、羽は55確保できるんですけど、課金額に応じて、まあ、ちょっと30ぐらい、35ぐらいになっちゃう方も出てくるかなと思います。で、竹は、まあ、ちょっと調教全部参加して、原砲仕様の高速戦闘も毎日3回やったとすると、60ですかね、手に入れることができると思うので、まあ、縄、まあ、課金している方は縄の数が一番少なくなる恐れがあるので、縄の数に注意。で、微課金の方はですね、縄が一番多くなると思うので、他をですね、集めてもらうといいと思います。一応 1個20元宝で購入できますけど、基本的にはですね、フレンドですね、まあ、仲間の方と、仲間というか自分でアカウントを作りまくってですね、フレンド寄贈っていう風な形でやってもらうといいんじゃないかなという風に思います。で、次がハスですかね、これ。ハスの実5個、デイリー報酬で手に入れることができたんで、これは、つまり、は、元宝と金で課金できるみたいです。ハスの実、これ何が違うんやろ？なんか、50、100、150って書いてあるけど、ちょっと、栽培目標ってあるな。栽培目標は、まず、栽培するだけで高級生産で、累計栽培日数で、芯が手に入るのか。で、累計5日栽培すると、で、花を咲かせると、覚醒炭。あんまりでもいいアイテムって感じではないですね。ちょっと見ていきますか。イベント期間中、ハスの実を栽培すると6時間刺せば、成熟して、ランダムに白、桃、赤色のハスの花を咲かせると。で、そのうちごく低い確率で、白、桃、赤の相当連を咲かせると2倍報酬がもらえると。で、イベント画面には4つの植木鉢があって、栽培6時間となり、終了後、ハスの花を、ランダムで咲かせると。で、選んだハスの実によって咲かせる、ハスの花の種類、確率も異なる。なんで、元宝高いやつの方がいいのかな？お、で、ハスの実を栽培するとき、聴覚は一定の確率で、なんだこれ、何たらの術を発動して、ハスの実を成熟。この場合、咲かせるハスの花はランダムになる。初栽培のとき、あ、じゃあ、ちょっと、後でやってみますか。
で、百元宝を使うと一気に成熟6時間待たずにできるみたいです。で、ハスの実の入手が毎日0時になると5個入手できて、元宝日本円、生々しいな元宝と日本円でハスの実を購入できます。1日に元宝でハスの実を3回まで購入でき、日本円で貴重なハスの実を1個まで購入できます。購入回数は毎日0時にリセットされます。で、イベント終了後、栽培していない貴重なハスの実がある場合、倉庫で、貴重なハスの実、1個につき元宝20の価格で回収できると。まあ、なんで50、100、150ってありましたけど、150がいいってわけじゃなくて、でまあ多分あれですよね。3回購入できるんで、だんだん高くなっていくって感じかなと思います。で、栽培目標が累計で咲かせたハスの花が条件を満たすと、もう報酬がもらえると。で、栽培の種類ですね。っていうのは、収穫するときに芯が手に入るのと、ご来光10個手に入る。あ、ご来光ここで手に入るのか。じゃあやらないといけないですね。で、咲かせる花は、桃色の相当蓮と白色の相当蓮が、確率低くて、その次に赤、桃、白の順にどんどん確率が高くなっていくと。で、貴重なハスの実を栽培すると、相当蓮がの確率が倍になって、そもそも白色が出なくなるって感じですかね。イベント終了後、まあ、栽培できなくなるので、受け取っていないハスの花、または、達成報酬はイベント画面で受け取ることができますが、すべて受け取ったらイベント画面自体を開くことができなくなりますと。あ、で、こっちがすごいハスの実なんですね。まあ、ちょっと植えましょうよ、とりあえず。とりあえず植えてみて、あ、一つ目は、発動したんですね。なるほど。これじゃあさっさとやった方がいいですね。あ、ちょっと今見てなかったな。まあ、ちょっといいや。はい、という感じで、これで、累計1日、栽培するっていうのが達成されたみたいで、で、5回栽培する、ん?あ、これ、植えた段階で1回栽培してることになるんですね。あ、なるほど。こういう感じか。あ、で、一括栽培、一括収穫っていうのもありますね。まあ、そんな感じで進めていくようなイベントかなと思います。で、次は、これを見ていきましょうか。これは、あ、これはお土産販売者ですね。160、1200円、3800円、11800円だったみたいです。まあ、1200円でこれなら、まあ、MR 結晶も手に入りつつですね、元宝と覚醒丹ももらえるっていうところがあるので、まあ、個人的にはありかなというふうには思います。で、年賀状ですね。こちらに関してはですね、同盟員であったり、フレンドであったり、あとは、副賞ですね、に送ることができるので、毎日1回ですね、送るの忘れないようにしてください。このようにですね、副賞に送ることができるので、まあ、例えば、アウグススに送るとですね、まあ、こんな感じで、どの年賀状を使うか選ばされて、おー、アウグススのやつがある。これを渡すとですね、こんなに選べるの?こんなに選べたんですね。こんな感じでですね。文字も入れることができますし、サイズもなんか調整できるみたいです。で、送るとですね、こんな感じ。あ、高速戦闘券か。2時間高速戦闘券がもらえるので、非常にですね、おすすめなものになっています。毎日ですね、1枚目ですね、だけ効果があるようなものになっているので、そこは間違えないようにしてください。で、あとはログインボーナスが来ているというふうな感じになります。そんなもんですかね。あとは、もしかすると、あれですね、なんか、かくれんぼみたいなのがあったので、ちょっとなんか触ってるとなんかあるかもしれないです。ちょっと、一通り触ってみますか。あ、これか。エフィスですね、多分。どっかで出てくるかなと思いますので。てか、なんかちょっと 3D 感すごいな。エフィスタップしてもらうと今みたいにですね、ご来光をもらえるんかなというふうに思います。更新情報としてはこんなところですかね。新年のイベント来ております。でですね、もうすぐですね、あちら、次回反響も始まるので、ちょっとそっちはですね、頑張ってくださいというふうなところにはなるんですけど。
まあ、それと並行しつつですね、こちらのイベントも忘れないように、まあ、特に聴覚のこのハスですね、と、まあ、スゴロク、1日3回は無課金の方も、回せると思いますので、それを忘れないようにする。それちょっと無料分なんで、サイコロとして確保できた分はですね、別に構わないと思うんですけど、無料分の3回はですね、毎日やってもらうのを忘れないようにしてください。課金できる方はですね、こちら、万能三角サイコロ480円で課金できるので、まあでもこれも14日間課金すると結構ですね、金額いくんで、まあちょっとですね、ご自身のお財布と、を見ながらですね、やってもらうといいかなと思います。結構サイコロですね、課金効率いいと思いますので、課金される方は課金していただくといいと思います。これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。